ナミさん、はい、質問です、はい、プロ野球選手ってドーピングの規定で、うん、飲んじゃいけない薬っていっぱいありますよね。ある。じゃあ風邪ひいた時って、うん、お薬ってどうするんですか。あのね、病院に行ったりする時も、うん、ドーピング規約、うん、なんかね、冊子があるね、結構厚い、はいはいはい、でそれを必ず持って行って先生に渡すんやけど、うん、で飲めないものとか口にしちゃいけないものがいっぱいあるんですっていうと、大体風邪ひいた時に処方される薬は、うん、PA。あ、PL ね。そう、白いあの粉のやつ。あ、見たことある。もうね、風邪ひいた時はもうあれしか飲まないって言っても過言じゃないよね。あれは大丈夫なんだ。あれは大丈夫。じゃあ、あれを処方されるのね、大体。もうどこ行ってもあれ。へえ。もうあれしか飲んだことないんちゃうかな、プロ野球選手じゃ。あ、そうなんだ。うん、って言ってもいいよね。へえ。